ミランは、フランス海軍の巡洋艦で、同系艦はない。全球のビラル級は2300トン台であったが、本艦より小型の艦型として1700トン台で、高速、軽武装の偵察用の規範装巡洋艦として、エミール・ベルタンにより設計された。完成時には2等巡洋艦として収益したが、後に3等巡洋艦に類別変更された。全体は、 従来の木造から構成となり、小型の船体に搭載された、高出力の機関により当時としては高速の部類の18.4ロットを発揮した。船体形状は当時、フランス海軍が主力艦から軽艦艇に至るまで、主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは、水線部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる。 戦隊方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ原則艦艦よりも推薦武装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、推薦下から艦艦に登るに従って船体は引き絞られ、 甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。 水戦下に昇格を持つ艦首から干渉パ板上に主砲の10センチメートルライフル砲を単装砲がで並列に2機、短脚式の全部マストが立つ。その後ろに日本煙突が立ち、その間に両脇に船橋を持つ環境が立つ。その周囲は関西艇置き場となっており、それらは日本一組のボートダビットが 片言一組ずつ、計二組で運用された。後部甲板上に2本のマストが立ち、主砲の10センチメートルライフル砲を単装砲がで、並列に2機の順であった。ありがとうございます。